日本衛生動物学会とは日本における衛生動物研究に関わる日本の学術研究団体である。1950年までの旧所は日本衛生昆虫学会、衛生動物学の進歩、普及を図ることを目的としている。重要な感染症を媒介する衛生動物、有毒動物及び不快昆虫等を研究対象としている。 太平洋戦争半ばの1943年3月12日に資源科学研究所で開催された第1回、同年4月に東京大学農学部で開催された第2回の衛星昆虫談話会を経て、同年10月5日、東京大学医学部にて日本衛生昆虫学会が発足した。しかしその後は太平洋戦争の戦況が悪化の一途をたどり、戦争末期から 戦後復興期まで学会活動は一時停止を余儀なくされた。1949年4月、小林聖二郎を大会長として本学開発の大会を京都市で開催する。1950年には学会名を日本衛生昆虫学会から日本衛生動物学会に改めた。また、学会誌、衛生動物を創刊した。 1951年には37番目の文化会として日本医学会に加入し本格的な学会活動を始めている。1955年には本学会は授与する賞として日本衛生動物学会賞を創設した。1970年には評議員の5選によって漢字、編集委員、学会賞選考委員などを選出する。 球体依然とした表現制度の廃止が若手研究者グループから提案され、会員が公選によって幹事を選出する民主主義的制度が採用された。1990年3月28日には本学会は授与する賞として佐々賞を創設した。前市については、移動物学、応答亜医学、衛生動物学、山田新一郎及び、株木時夫参賞のこと。 また、関連事象武士は小説ではないが、理解の助けにはなる。本学会の組織は、北日本支部、東日本支部、西日本支部、南日本支部という、東西南北の4つの支部で構成されている。東日本支部の現在の事務局は、千葉県奈良市の市赤根浜1-12-3、シースクエアビームネにある怒り消毒株式、会社技術研究所の内部に所在する。 現在の支部会長は、谷川チカラ。宮島美き之介学会誌は、衛生動物、ラテン文字表記、衛生動物、A 賞、メディカルエントモロジーズーロージー。1994年、以前の A 賞、ジャパニーズ・ジャーナル・オブ・サニタリーズーロージー。衣春0424から7086。1950年創刊。機関誌。 シニーなどの印刷媒体で発行されているほか、電子版の J ステージで公開されている。ありがとうございます。